スーパーホーネットは日本の競争馬である。馬名はアメリカ海軍の戦闘攻撃機械 A-18E、海の愛称スーパーホーネットが由来となっている。2005年9月11日に札幌競馬場で行われた2歳新馬戦でデビューするが単勝9番人気で4着だった。続く2歳未勝利戦で勝利し、デビュー2戦目で初勝利を挙げる。 重症初挑戦となった、デイリーハイ2歳ステークスでは、単勝4番人気で3着となる。続く、自己条件のクルミ賞では、単勝1番人気の指示に答え2勝目を挙げ、アサヒハイフューチュリティステークスに出走し、出走場中最速となる上がり3ハロン34秒、0を記録し、勝ったフサイチリシャールと、首差で2着となった。2006年、 3月5日のやよい賞から始動し、同レースは単勝3番人気だったが5着だった。そして春のクラシックでは、初戦のサツ賞で10着、2戦目の東京優秀で15着と、大敗の結果に終わり、放牧に出された。秋は、富士ステークスから始動するが、ここでも14着と3戦、連続に桁着順が続いた。11月4日に、京都競馬場で行われた。 カシオペアステークスでは、金層の不審から6番人気だったが、レースを制止約1年ぶりの勝利を挙げた。そしてマイルチャンピオンシップに挑むが、単勝11番人気で9着という結果に終わった。レース後は怪我のため休養することになった。2007年2月25日の半球杯で復帰したが7着だった。続く、大阪城ステークスを制止4勝目を挙げたが、 マイラーズカップでは最下位となる15着という結果に終わった。5月6日の当時ステークスでは久々に一番人気に支持され5勝目を挙げたが安田記念では11着という再び大敗の結果に終わり休養に入る。秋はポートアイランドステークスから始動し2着となったアンブロワーズに4馬審査をつけ解消し6勝目を挙げた。これまでの戦績から オープン大賞と揶揄されることもあった同馬だが、10月27日のスワンステイクスで重賞初勝利を挙げ、矢萩義人9社にとっても重賞初勝利となった。次に出走したのは2007年11月18日に行われた第24回マイルチャンピオンシップ。レースでは馬群中段に位置取り、直線で鋭い末、足を繰り出すものの、大和メジャーに首差破れ2着だった。 自走は、阪神カップに出走登録を行っていたが、熱発のため同レースを回避し、放牧に出されることになった。2008年1月22日に締め切られた、アジアマイルチャレンジのシリーズ登録を行った。そして3月7日に帰球し、初の1200メートル戦となる3月30日の、高松宮記念に出走することになったが、差し届かず5着だった。 レース後の4月3日には、千葉県の千代田牧場に短期放牧に出された。短期放牧明けの後、5月17日の慶応杯、スプリングカップに出走し、勝利を収めた。レース後は、立党に戻らず美穂トレーニングセンターで調整され、安田記念に出走したが、直線で足が止まり発着に敗れた。安田記念後は、美穂から直接、修士にファームへ移動し、 夏は休養することになった。2008年10月12日、第59回毎日王冠に出走、レースでは逃げを打ったウォッカを最終直線の最後の2、ハロンで捉え、頭さ差,差し切って勝利した。続く、第25回マイルチャンピオンシップでは、大外から猛追するもブルーメンブラッドを捉えきれず2着に、敗れた。その後香港へ遠征し、 12月14日の香港マイルに出走したが5着に終わった。2009年、この年から代表馬主が田島正光に変更となった。前年末の香港遠征から4ヶ月の休養を挟み、春マイル路線へ向けての初戦として4月18日、一番人気に支持されたレースでは最後の直線コースに入り残り2ハロンで先頭に立つと、 前年優勝のカンパニーの猛追をわずかに抑えて優勝した。そして本番の6月7日第59回安田記念ではウオッカ、ディープスカイの両ダービー馬に次ぐ3番人気で出走。レースは道中中段やや後方でディープスカイと共にバグンを形成。直線では伸びる気配はあったものの今一歩本来の伸びを変いてウオッカの7着に敗れた。その後、 脚部不安となり、秋シーズンは一層もできなかった。明け7歳となった2010年は、初のダート戦となる、第27回フェブラリーステークスに出走。道中は、中段でレースを進めたが直線で失速し、最下位の15着と大敗した。その後、連覇がかかった第41回マイラーズカップに2番人気で、出走、中段から徐々に進出を図るも伸びきれず9着に、 敗れた。第60回安田記念では、広報グループ追走で直線では、大外から追い込むが昭和モダンに、半馬身届かず、自身4度目の GI2 着に終わる。秋は、ステップレースを使わず、第142回天皇賞に出走するも見せ場なく11着と、惨敗した。その後は、マイルチャンピオンシップを目指す予定だったが、11月7日に、 右前浅く県園のため引退すると発表された。引退後は、アロースタッドで種ボバ入りした。2014年7月10日、門別競馬第2競争2歳未勝利で、ユアレディが3区の初勝利を挙げた。代表3区は、新山記念、ファルコンステークス3着のシュゲルノコギリザメ。2016年9月30日、中別町の中標津大西正信牧場へ、 移動した。2019年7月、用途変更となり、シュボバを引退した。重症レースを勝っているにもかかわらず、功労馬つなぎ、養展寺事業の対象馬になっておらず、大西正信牧場を出されてからの消息は分かっていない。同時期に種ボバ引退したアーネストリートは、対象的な扱いであった。母、ユーサンポリッシュは、現役時参戦未勝利。 俳優の柳葉敏郎の所有場だった。ありがとうございます。